方向で常に試合を進めてますよね。武道館でクリアタックが出るとは逃しましたが、さあ、ここが再スタート。プラスして野沢選手が今ね、予選はしている、反応しているんですが、小平選手、普段のね、明るさもね、肩食いすぎてますね、今。ジャンケルディアタック、さあドロッキック吉岡入ります。キャリア 13.33 歳の吉岡、武道館でドアの頂点にたどり着きました。おっとスピード、おっと下突きく、キャリア人抜群です。素晴らしいですね、吉岡選手の魅力ですよね。そうですね。そしてビーチドッグドライバー2、さあその吉岡が、おっとこのキックはかわした、スイックドローがロープリグ、いやっていったのは吉岡、しかしフリーダーが上がりますね。そして日高が、おっと守備権、そして日高もそこに暴れていない。SMF を狙いましたが、ランキングこそランダーズ、ロープに片付けられました。そしてファンデム、そして狙っていくぞ、おっと切り返してヨーロールでガッチリ丸めた。